皆さん、こんにちは。前回ですね、この問題でコインが外側ですね、4R、4倍の大きさの円の外側を回ってきたときに、えー、元に位置に戻るには何回転しなきゃいけないか、という話でした。だからそれは4回転プラス1で5だと。なぜかというと、この1っていうのは、例えば、あ月がですね、 同じ顔を見せて一回転しますね。地球の周りを一回転すると月は一回回ってるわけです。ところが同じ顔をずっと向けてる。その地球の周りを回るだけで一回転しているということになるわけですね。それはどうしてかっていうと月から見ればですね回転してないわけです。全然回転してない。同じ顔を見せてずっといるんですけれども 太陽から見るとですね、これは地球の周りを一回転することによってですね、えー、満月、新月、三日月、そういうふうに光の当たる方向が変わるので一回転してます。ということで、えー、この円の大きさが4倍だったら、4回転だろうと言うけど、それにプラス1回転が加わったんですね。そういうのが答えでした。 とするとですね、この内側にあるコインが内側をあーコロコロコロっと回って戻ってきたときには何回転するでしょうか答えを先に言いますね。これは4-1の3回転なんですね。さて、どうしてでしょうこれがですね、まさかっていうそこなんですね。どうして内側だと3回転になっちゃうんですか ちょっと考えてみてみくださいこれはあのアメリカの SAT に一度出てですね大問題になってそしてその後ですねいろんな数学者とかがあ、えー、意見を出し始めてですねついにその天体天文学者が出てきてですねで全部答えをきれいに整理しちゃったということですなぜ天文学が出てくるんでしょうかそれはですね 受給も回回転しながら太陽ってるわけですねで。その話をする前にまずこれを理解しましょうどうしてでしょう外にある場合ですねこれはこういう向きに回るわけですね内側にあるとこれは逆向きに回りますところが全体としてはこういう方向に回りますねだから外を回る時にはこの4回転に 1>, 1が加わって4 5回転とこれ内側だとですねこう回りますから4回転しますがこのこの大回転ですね大回転1回が逆方向であるために4 1となるわけですつまりですねこういう円があってそこにこの。 小さな円が接点があるとしますね。接点というより、ここに人がいてですね、ここに人が最初は握手をしますね。そして、コロコロって回って、ここに来たときにですね、ちゃんと位置回転すると、ここになるんですね、握手。ところが、そこじゃなくって、ここにいる人、ここまで回転するとですね、えー、外にいる人と握手できると。 いうことでですね、これはどっちかっていうとここからこの時点からこう回って4分の3しか回ってないんですねそれが1回転のように見えるとでそれを4分の3がですね1234回ですから3回転というふうになっちゃうんですね この外にある場合も同じでここにいる人がここで握手をしてコロコロコロっと回った時ですねいいですか1回転するとここだって言うんですけど実はここなんですねということは1回転して1の4分の1回転してるとそれでかける4だからこれは5回転だと なるわけですいいですかで天文学者が出てきたのは、えー、太陽があってこれが三ですねで地球が回ってるとこれが Earth ですねでこれがですね地球から見ると えー、太陽が頭上に昇るのが1年間で365まあ正確には24とつきますがこれを無視して365回頭上に太陽が来ると。だから365回1年間に回,あのあ回転するんだと。 ところがですね、例えばこの地球上にいる人がですねこの遠い方針に住んでいるエイリアンと交信したとしますね。で、えー、毎日交信しようと、えー、24時間おきに交信するのはどうだということでですね、えー、エイリアンは24時間ってどう,どうやって測るんだって言ったら。 ああ地球が一回転するのが24時間だからああ地球を見て同じところがあればそれが24時間経ったことになるからと。だからここ地球がここに来た時にですねまだ同じところが見えたら24時間だと。いうふうに言ったわけです。地球が一回転するのが24時間だと。そうエイリアンはですね 更新を始めたんですがいつも少し24時間よりも、えー、少なく少ない時間の間隔で更新してくるんですねエイリアンは。どうしてかっていうとエイリアンから見るとですね地球は366回回転してるんですよ。だから、えー、このエイリアンから見た一回転地球の1回転はですね 24時間より少し少しないんですねだからエイリアンから見た地球は1年間に366回転しているということになるんですが地球にいる人から見ればですね太陽が頭上,頭上に来るのは1年間365回だからそれかけ二2 4でこれが1年間だと言ってたのにエイリアンはですね3 6 6十六6けの 24弱ですね少し少なめでこれと同じ時間だということになっているわけです。ということで天文学ではですねこの誰から見た時間なのかっていうことを常に考えないと時間のその定義が合わなくなってくるということでですね これ地球が太陽の周り1周する間に365回転っていうのはこれは地球にいる人が見た時の回転数であって外の人から見た回転数は366回だということになるんですね。で天文学ではこういうことはしょっちゅうあるのでこれを知っててですねいやこれはそんなに難しいことじゃないということで天文学者がですね出てきて あの SAT の大論争に終止を打ったということになったわけです。つまり、アメリカのその受験勉強、受験入試の試験の SAT ですね、コインが外にコロコロと回ったら何回か、プラス1回だっていうのが正しい答えだっていうふうになってきたんですが、 必ずしもそれは誰が見てからの誰から見てそうなのかっていうようなあものあ点がですね問題に抜けていると必ずしも正しいとは言えないわけですね。例えばこのコインに乗ってる人から見てですねこれは4回転だと言って正しいわけです。 ところがコインの外にいる人から見ればこれは4.1回転だと外だったらですね。円の内側でコロコロって回ればこれは3回転だというふうになってくるわけです。誰から見て何回転したかっていう話になってくるわけですね。ちょっとあのアインシュタインのですね相対性理論に似てくるんですがそのオブザーバーの位置によってですね。 ものが違って見えるということでそれをはっきりさせて問題を書かないとですねあの必ずしも4が間違いだと言えないとこのコイン乗っかってる人から見ればですねこの回転数は4回しかやってないんだということになってくるわけですというのはその例えばえー、この大きな 円の中心点に高いあ塔が立ってて塔をこういつも見てると4回回って4回ぐるっとあ見えたという風になるわけですねだから誰から見て何回転なのかっていう話があ問題になってくると天文学者が指定してそれでこの問題の記載が不十分であったと入試の問題の記載が不十分であったと いうふうな話になったわけです。どうですか面白いですか、えー、自分の意見をちょっと書いてみてくださいね。コメントに。じゃあ今日はここまで。